では今回はですね、カラフトにね、残る日本ということでね、輸入の盛りリスク探訪をしていきたいと思いますね。まあ昔ね、日本で豊原と言われた場所ですね。南カラフトのね、まあ、真ん中というかね、割と南の方にあるところですね。で、ツアー会社をね、ご通して予約したんですけども、大体ね、ガガーリンホテルになるのかなと思いますね。ただね、なんか夜中の2時ぐらいまでね、なんか2時、3時ぐらいですかね、なんかクラブみたいのでね、なんかどんどこどんどこずっとやってて、割とうるさいホテルでしたね。ただね、こうやって朝食もね、美味しかったんですけど、なんか時間がね、ちゃんと伝わってなかったみたいで、1時間ぐらい待ちましたね。で、ここがですね、まあ、大沢飛行場っていう日本の飛行場がもともとあったところで、ここからね、車で10分15分ぐらいでね、割とね、街中まで近いかなと思います。で、ガガーリンホテルこの辺ですかね。で、ここがね、昔のカラフト神社があったところで、ここに、ね、隣に教会があったりとかですね。あと、ここがサハリン州立博物館ですかね。で、駅があって、隣というかですね、鉄道博物館みたいなのがあるんですけど、まあ簡単にはね、入れないですね。ガイドさんとかね、予約しとけば先に、こう手配してくれると思うんですけど、私が行った時はちょっと入れなくてですね。まあ2回目行った時にね、こううろうろしてたら、なんか誰かが教えてくれたみたいでね。開けて、すごい丁寧にね、私はロシア語わかんないんですけど、まあ向こうもロシア語も英語も、日本語も英語もわからずですね。って言うんですけれども、なんかすごく、これ日本の車両だよとかね、いい人でしたね。で、写真もね、撮ってくれたりして。まあ、お金もね、無料でね、ここはかからないんだよ。まあ、今はちょっとどうかわかりませんけど、その時はかからなくてですね。本当に、ロシア人って、ちょっとね、怖いイメージを持ってたんですけど。意外とね、こう、仲良くなるとというかね、味方だとね、なんていうんですかね、親切な人種なのかな、と個人的にはね、思います。もちろんね、中にはいい人も悪い人もいると思うんでね。まあ、そこら辺はちょっと治安とかはね、日本よりは気をつけてほしいなと思います。あとね、製紙工場とかがちょっとね、詳しい場所よくわからなくて、ツアーで行ったんでね、行ったんですけれども、紹介していきたいと思いますね。で、これがですね、そのカラフトね、神社の隣にある博物館みたいなとこなんですけど、なんか行ったら閉まっててですね、中はね、ちょっと入れなかったんですけども、入れる時もあるんだと思います。まあ、これはね、なんかその、ソ連がね、まあ、ロシアが買った博物館だと思うんですけど。で、隣にですね、その教会みたいなのがあってですね、まあ、これはね、なんか新しくて綺麗な感じなんですけど、まあ、入れなかったんでね、せっかくなんで、ちょっと覗いてみましたね。まあ、なんかこんな感じでね、まあ、カトリックなんでしょうね。豪華ですよね。で、ちょっとね、公園の方に、神社の方に戻るとですね、まあちょっと、ロシアのね、偉い人とか、ロシアの英雄とかが誰だかよくわからないんでね、まあこういう銅像が続いて、まあ向こうからしたらね、なんていうんですかね、二祖中立を破って、我々としてはちょっとどうかなと思うところももちろんあるんですけれども、まあ、向こうからしたら勝利なんでね、こういう形になってますね。で、こうしてね、なんか戦車とかもね、飾ってありますね。まあ、ここでね、写真撮る分にはね、問題ないと思うんですけれども、まあ、ロシアもね、駅とかね、軍事施設とかね、そういったところではね、政府の建物とかですかね、なるべく撮らない方がいいと思います。まあ、撮らない方がいいと思いますね。責任も持てないですし、まあ、捕まることはね、まあ、必ずしも捕まれたわけではないんでしょうけども、まあ、避けた方がいいですね。まあ、そこら辺は地球の歩き方とかをね、見てちょっと気をつけてもらいたいと思います。で、ここがですね、まあ参道とね、なってたんだろうなっていうようなね、直線のね、こう階段というかね、なんで、今はね、綺麗にされてますね。で、先ほどね、ちょっとこれ写真の続きになるかもしれないですけど、高射砲みたいな、多分ロシア製だと思うんですけどね。まあ、飾られてます。で、このカラフト神社のね、痕跡を結構探したんですけど、まあこういうね、なんか柱が立ってたりしてるんですけど、今ね、もう住宅にね、丘の上はなってたりとかして、ほとんどないですね。
こんなね、なんか新しい建物とか建っててね、もうちょっと痕跡としてはね、あんまりないんで、とりあえずちょっとね、神社の雰囲気だけね、味わえたらいいのかなと。まあ一応ね、その慰霊碑があってね、まあその、国家のためにね、その戦争で命で倒れたっていうのはね、まあ敵味方関係なくね、弔うべきだとは思いますね、私個人としては。まあもちろんね、そのソ連に殺された人とかそうは思えないのかもしれませんけれども。まあそこはね、皆さん感じて、いろんなことを感じながら、まあ一応ね、慰霊碑ではね、それなりの振る舞いをね、してもらいたいと思います。で、これ街中にね、霊にいいんですかね、これはね。銅像なんかもありますね。で、ここがね、その、駅の隣の鉄道博物館みたいなところで、まあ、これなんかもね、当時のね、建物なのかなと思いますね。で、こうしたね、なんか日本の車両もね、これは戦後の車両だと思うんですけれども、当時にその日本がね、電車を引いてたんで、線路はね、日本と同じなんでしょうね。まあ今ちょっとなんか変わってるみたいな話もあるんですけれども、もうそこはね、ちょっと鉄道好きの方はね、調べてみてもらいたいですね。で、車でね、ちょっと ぐるぐる回ってたんで、ここはね、ちょっと私は GPS この時持ってなかったんで、どこなのかちょっとよくわかんないんですけれども、これがね、その製糸工場のね、跡みたいで、またね、これがなんか取り壊されたりとかいろいろあるみたいで、いつまで見れるかもわからないんで、ちょっとね、行くときはガイドさんとかね、調べてからね、確認していった方がいいかなと思いますね。まあ、この時は特に中に入らずね、あれだったんでね。で、これもね、なんか当時の建物だって言ってたような気がしたんですけど、一応ね、写真を撮ってありましたね。で、こちらがですね、その、サハリン郷土資料館ですね。まあ、昔のその豊原市のね、郷土資料館でね、まあ見ての通りね、日本の形というかね、定款様式ですね。洋館の上にね、こう、お城とかがね、載ってる、まあ名古屋城と、名古屋市役所とかね、愛知県庁とかが有名ですかね、定款様式。あと、九段会館とかですかね。まあ、満州国とかもね、こういった建物あって、1930年代とかですかね、に流行ったようです。で、扉にはですね、この菊の御紋がね、まだ残ってますね。で、こうしてね、なんか狛犬なんかもまだ残っててね、中国とかね、ロシアとか割とね、こういうのを残しとくのかなと思いますね。韓国は大体壊すかね、まあ、どっか持って行って隠してますね。で、これがね、日本のね、三宝ですかね。まあ、大砲ですね。これはね、ロシア製のね、砲弾みたいですね。かなり大きいですよね。で、ちょっとね、この斜めから見たね、サハリン郷土資料館もね、美しいですね。で、中はですね、写真は撮れるんですけれども、写真撮る場合はね、その別料金みたいのを払わないといけないんでね。ちゃんとね、言っておかないといけないと思うんですけど。なんか友人はですね、何枚で何百円だみたいな、まあ、ことを言われて、なんか、気にしてましたけど、なんか私はそんなこと聞いてなくてね、まあ、普通に撮ってましたね。ちょっとね、確認してみてください。ただなんかその、プラス料金みたいなの払えばね、まあ、写真とかも撮れるんで、まあ問題ないかなと思います。でね、この当時の建物のね、石造りというかね、階段がね、また美しくてね、感じ取れるのかなと思います。で、まあちょっとね、展示は省略していきたいんですけれども、このね、格天井はね、すごいですよね。まあ日本の作りというかね、建物のね、重厚さが感じ取れるかなと思います。ね、階段の正面で、一番こう正面のいい部屋なのか、だと思いますね。で、展示としてはですね、これがね、その国境にあった石なんですよね。これネブロンでもね、見れるんですけれども、そのうちの一つ、まあ何個かね、その国境にあった、そのうちの一つです。こちらはね、そのロシア側だっていうことをね、示してますね。
で、反対側はね、その大日本帝国の境界だということで。まあ、今ね、日本はその陸路の国境がないんですけれども、まあ、日露戦争の結果ね、その南樺太を日本のものになったので、こういったものがね、できました。で、建物のね、裏側を見るとこんな感じになってますね。ちょっとね、もしかしたら手が加わってるような感じもしますけど、基本的にはね、変わらないんですよね。で、これがね、その主根部隊のね、シムシ島から持ってきた95式軽戦車ですかね。ここがね、その11っていうのでね、これ漢字組み合わせてね、主根部隊って言われてましたね。まあ、結構ね、綺麗にこう修復されているというかね、あるんでね。まあ、見るのに、ここはいいんじゃないかなと思いますね。これね、当時のエンジンなのかちょっとよくわかんないんですけど、裏側を見るとね、こういう形になってますね。で、これがですね、北海道拓殖銀行のね、豊原支店ですね。で、この時はですね、その中に入ってね、なんか美術展みたいなのやってたんですけど、なんかいくらか払えばね、中見れましたね。まあ、せっかくなんでね、中も見たらいいと思います。まあね、ちょっと美術館なんでね、美術のその展示内容は撮らなかったんですけども、まあ、階段ぐらいなら大丈夫かなと思ってね、ちょっと階段の写真を撮りました。当時のね、あの銀行建築はね、こう重厚で美しいですよね。ここがね、入り口の方ですね。なので、ちょっとぐるっと回ってね、あの入り口から入るといいと思います。まあ、再三になりますけどね、ちょっとね、写真の撮り方とかだけね、あのロシアとかね、まあ、中国は気をつけてもらって、でもできればね、あのドライバーとね、ガイドさんいて、ガイドさんがここ大丈夫だよって言って、撮るのがね、私としては安心なのかなと思います。空港とかもね、もちろん写真禁止ですね。まあ、気をつけていけばね、楽しくて安全なところだと思いますので、ぜひね、皆さんもね、樺太行ってもらいたいなと思います。では以上になりますね。ありがとうございました。